ラピアとは、青森県八戸市公用2丁目に所在する、八戸ショッピングセンター開発が運営、管理する複合商業施設。長崎や八戸店を中心としたテナントが入居しているほか、バスターミナルも併設されている。専門店の詳細は公式サイト、ショップガイドを参照。本館別館、ラピアバスターミナルと南部バスの高速車両ラピアと営業を、 お絵階層表示をする、南部バス停車中の東北道高速バス。八戸市営バスのラピアバスセンター駅及び、船見町駅と戸和だ観光電鉄の八戸営業所駅の一般路線バスは、バスターミナルに直接入らずラピア前の道路を二面した、ラピアバス停に発着する。ラピア開業前の名称は、紅葉一丁目停留所。また、市営バスのその他の方面も、 ラピア敷地の西側に隣接する、同じ名称の、ラピア停留所を経由する。平成28年4月1日から1番乗り場2番、乗り場3番乗り場4番乗り場平成28年3月31日まで、ラピアと周辺のバス乗り場の位置関係を表した、略図1番乗り場2番乗り場3番乗り場停車中の、三崎大団地線高速バス入線時は4番、乗り場に入線する。 4番乗り場ラピアバスターミナルに停車中のウィラー、エクスプレス車両3番乗り場平成28年3月31日まで4番、乗り場平成28年4月1日からラピアバスセンターを発車し、ショッピングセンターの裏通りをラピア停留所へと向かうシエーバスラピアバスセンターとは、ショッピングセンターより少し先に進んだ場所にあるシエーバスの折り返し場である。 市営バスの多くは、同バスセンターを奇襲点とし、途中経由の停留所として、南部バスのラピアバスターミナルに隣接する公道の歩道上に設置されたラピア停留所に停車する。つまり、ラピアバスセンターラピア停留所各方面といった具合に運行されている。なお、市内循環線については、同バスセンターには入らず、公道上のラピア停留所のみ経由し運行されている。 ラピア停留場の発着路線支援バス乗り場に設置されるバスロケ発車案内道路側のラピアバス停を八戸支援バスと共用。ありがとうございます。